兵庫五国の恵みリポーターの岡園咲です。私は今辰野市新宮町に来ています。今日は兵庫県が生んだブランドポーク、兵庫雪姫ポークをご紹介します。兵庫雪姫ポークは兵庫雪姫ポークブランド推進協議会が美味しい霜降り肉を目指して生産した兵庫県産の豚肉です。雪姫ポークは現在4つの農場で生産されています。その生産者の一人、木村さんにお話を伺いました。雪姫ポークの特徴を教えていただけますか？はい、まず見た目がすごい綺麗っていうのが特徴ですね。非常にピンク色で見た目がすごい綺麗ということと、あと非常に柔らかいということですね。であとやっぱり融点が普通の豚より低いので、食べた時の舌触りがすごい滑らかで、味がやっぱ伝わりやすいということで、はい、すごい美味しいというのが特徴ですね。雪姫ポークは特別な品種の豚ではなく、一般的な品種の豚なんです。ではなぜこんなに柔らかくて美味しいのでしょうか？そうですね、そのやっぱエコフィードを与えるっていうことが一つのすごい大きな特徴ですね。こちらがエコフィード、霜降りを作り出すために必要なでんぷん質をたくさん含んだ飼料です。エコフィードは食品製造の過程で余ったパンや麺類などでできているので、環境にも優しいんです。豚は生後180日から190日ほどで出荷されます。出荷の50日前からこのエコフィードを 40% 以上配合した飼料を与えることで、上質な脂肪を多く含んだ柔らかくて美味しい肉を作り出しています。じゃあ出荷するまでの苦労ってどういうことがありますか？そうですね、やはりうちは全部手作業でやってるんで、その辺 の管理っていうんですかね、は大変ですけれども、やっぱりこの季節の変わり目とか、やっぱりすごい暑かったりとか寒かったりするってなると、やっぱりすごいデリケートな生き物なので、体調管理はすごいやっぱり気をつけてますね。美味しいものを食べてもらいたいっていう気持ちで。まあそうですね、やっぱり僕らも逆に言えば外に出れば消費者になりますので、やっぱり安心して安全なものをやっぱり提供していくっていうのはやっぱり思いますね。はい、雪姫ポークを取り扱うお店にお邪魔しました。どういう食べ方が一番美味しいですか？はい、豚はやっぱりいろいろしゃぶしゃぶとか、まあ、関西の方ではあんまりないんですけど、すき焼きとかも美味しいんですが、やっぱり焼いて塩コショウで食べていただくのが一番お肉の味が分かるので、それをお勧めさせていただきたいと思います。早速調理していただきました。雪姫ポークは一般的な豚肉と比べてロース肉内の脂肪交雑が約3倍、また脂肪中にオレイン酸の含有量が多いので健康にもいいのも特徴の一つです。トンテキの方が焼けたんで、よかったら食べてみてください。はい、じゃあいただきます。脂肪が多くて柔らかいだけでなく、脂身がとっても甘くて美味しいんです。こちらのお店では雪姫ポークをより広めるためにソーセージなどの加工品も生産されています。雪姫ポーク 100% 使わせていただいて、やっぱり豚の味を知ってもらいたいんで、できるだけそういった化学調味料を使わずに、味が出るように作らせていただいてます。味がやっぱり全然他の加工品と違うんで、そういうところもこう雪姫ポークならではでさせていただいてます。はい、雪姫ポーク認知度は高まってきてますか？そうですね、かなり高まってきてますね今。はい、だいぶお客さんもうちにその豚肉だけを買いに来てくれるっていうやっぱお客さんが増えてるんで、やっぱり結構スーパーで手間だからついで買いっていうお客さんが増えてる中で、わざわざ来てくれてる人もいるんで、それもありがたいですね。はい、兵庫雪姫ポークいかがでしたか？環境にも体にも優しい兵庫県を代表するブランドポーク、兵庫雪姫ポークのとろける美味しさを皆さんもぜひ味わってください。今回ご紹介した産品を含め、兵庫県では兵庫県産の農林水産物やこれらを主原料とした加工食品のうち、安全安心で個性特徴のある食品を兵庫県認証食品として認証しています。2つのマークを目印に、兵庫の食をぜひ味わってください。